가게 가면 되지. 하이, 자, 아주 마지막에 라이브 하시네. 네. 오늘 여러분 수고하셨습니다. 거의 다 들으네. 들으네. 今日は ギャラリー平松第2回目のライブ配信で、ピアノが鳴り出した。始まりましたが、1回目はマリカちゃんのバイオリニストの写真展でしたが、今日2回目、斉藤仁さんの登場です。はい、あの、かっこいい帽子がトレードマークですね。ヒゲがまた結構、黒黒してますね。毎朝ね、はい、写真家といえば。はい。ね、ヒゲと帽子。それとマークでね、帽子とヒゲと。ね、黒い感じでまとめております。はい。あの、渡辺陽一さんもね、あのベスト。戦場カメラマンって、あれもまた出たりね。あれも懐かしいね。カメラマンで。あれもやっぱ助手やってる時はね。そうそう、ベストね。来てましたけど。ベストそう、ね、ホラーをね、こう、こっちから一個出して、はい、ホラー交換ですみたいなね、こっちから出してようだし、はい、昔はフィルムだったから、未撮、撮影みたいな、はい、はい、ね、絶対落としちゃいけないから、ここね、みんなしてましたよね、してましたね、背中にレフバンとか、ね、本当に昔はスタジオね、まあ、後でもいいよ、はい、スタジオもありしたいな、今日はそういうのをよしよし聞いていきたいと思っています。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今日2台のカメラで 4K のカメラとライブ上のライブ配信でお届けしています。フォトギャラリー A 名です、ね、じゃ あでは話題に行きましょうかね。まず写真展ですね。今日の写真展ですけど、刻む、刻むです。はい、そう、これは誰か子供の名前かな。ですかね。まあ刻むっていうのはね、はい、まあここにちょっと副題的に書きましたけど、記憶に刻む、うん、心に刻む、うん、本物のリアルがある写真は飽きることはない。いうことはない。まあ言い切りですね。深いですね。まあ、そこでこのタイトルに結びつく。はい。まあそんなような感じで今回はつけてみました。なるほど。まあタイトル選びって結構難しいんですけど。そうですよね。まあ例えば、はい、今回、まあ今回というか僕は会津、福島県会津地方の中心にね、中心に撮ってるんですよ。うん。でそれで例えばその写真展をやるときに合図ってやっちゃったらちょっとストレートすぎる。なるほど。タイトルは何かを見る人、何かを発想させる人、うん、思い悩ませる、それがすごい大事です、うん、かといってあまりにもかけ離れちゃうと導入がねうまくいかない、でそこのうまいバランスを学ぶのをいつも注意してます。はい。合図って分かりますか、皆さん。あのね、これ今回はちょっとテーマ的に、はい、まあ写真は合図の写真を使ってるんですけど、はい、こちらのねギャラリー平松、一応その新宿丸いアネックス高い、はい、ギャラリーで、うん、まあ、リニューアルっていうこと、一応販売を目的とした、はい、販売ギャラリーと、はい、いうディスプレイで僕は認識してるんですけど、はい、そうなんですよ。バッチリでございます。もうここはあの写真を販売するためのギャラリーなんですよ。この写真を皆さん買ったことありますか。写真ね、あのスマホで触って見るだけじゃなくて大きくすると全然違うんですよね、まあ、なかなかね、アートギャラリーは結構販売ギャラリーっていう実績で結構、まあ、東京都内で何かありますけどね、うん、だからまあこういう試みっていうのはすごい僕はいいかなと思って、はい、でその流れで今回は販売ギャラリーっていうことで、まあ、いつもの表現ギャラリーとか鑑賞ギャラリー、はい、あの
メーカーさんとかでやってるギャラリーっていうのは、はい、まあ、位置づけ的には鑑賞ギャラリーかなと思って鑑賞、うん、それはやっぱ作風を思いっきり見せる、うん、だその物語性を作ってギャラリーないないのなんていうか動線も物語を作るような感じで構築していく。だそれとは今回はちょっと別で、まあ、販売ギャラリーということで写真1枚1枚をじっくり見せようかなと、だそういう目的で写真のチョイスもやったつもりです、はいはい、なるほど。ですので、まあ、今回は会津の物語というよりも1枚1枚会津の写真を使ってるんだけど1枚1枚 の, その力強い写真で、まあ、飾る写真、家に飾れる写真っていうのをちょっとそして、構成いたしました。はい、飾りたいですね、これもまた飾りたい、大きいですね皆さん大きい家に住んでますよね。もしくはやっぱ喫茶店とかね、うん、まあ、あの会津のそういう美術館じゃないですけど、やっぱ喫茶店の豪華なところに、まあそうですね、そうかなと思いますね。広い部屋には大きい写真、はいはい、ただまあ、小ぶりな部屋であっても、後からちょっとずっと回ってみますけれども、割と小ぶりの、なんていうかな、額装された写真とか、まあそういった仕上がりも今回はちょっと、気をつけてやってみたかなというところですね。はい、わかりました。人の写真も撮りますか？一番人とね、販売するときそのモデルのね、トリブルとかやっぱ出ちゃう。リアルな。リアル。それでやっぱ人の写真は売りづらいかな、うん。そうそう、まあ人はまあタレントさんもそうですけど、まあ一般の人ってのはやっぱその権利関係、写真ってやっぱ権利が発生してくるので、はい、だその辺をまあクリアにしてからじゃないとなっていう行為はできないと思いますね。ね、苦労されたんじゃないかな。まあ、今回は人は映ってないです。映ってないですね。あ、よかったです。まあ、僕の作品の中にも人を撮ってる作品がいっぱいあるんですけど、あ、やっぱり、まあ、今回はその風景写真、風景写真って言っていいの？まあその新書写真、新書写真ですね。まあそういう構成になってますね。はい、わかりました。後で回ってみましょう。で次の話題に行ってみましょうか。テーマはもう、はい、取り組みもうだいぶ話しちゃった感じがありますけど、じゃあ会津若松 の, この写真に対する取り組みっていう、そういうカメラマンとして、そういうアプローチの仕方、どういう歴史を読んでここが撮りたいのか、そうか、まあ、僕のちょっとそれはまあ僕のプロフィールとかでもちょっとかかってくる話だと思うんですけど、まあ、僕はその、まあ、福島県会津若松出身、はい、で会津っていうと、まあ、僕が小さい頃は、まあ、なんていうかな、まあ、そんなに歴史のこととかも、まあ、小学校とか中学校でちょっと習うくらいで、はい、あんまりその感じて生きてこなかったというか、まあ、それはみんなそうだと思うんですよね、ふるさとにいるうちは。それがまあしばらく東京に出てきて、カメラマンになり、で仕事をしていくうちに、まあ、自分のふるさとは何だろう、はい、どんな感じだったろうっていうところを、まあ、ちょっと感じてきたというか、まあ、年取ったんですかね。じわじわと、じわじわ境具合が芽生えてね。だ僕がまあ写真家として表現するのであれば、どこを表現したいかというと、やっぱこれは合図だと、はい、まあ、そういったところで合図に着目し、もう10年も7、8年が撮ったのかな、はい、それはどういう、なんか今この時期にこの桜が綺麗だから行こうとか、そういう食べていくなと。あ、そうです、まあ、風景半分、人物半分っていう感じでやってるんですけど、やっぱり風景はその風土になった季節っていうのがあるんで、
で、まあ、桜を撮り、まあ、冬であれば雪を撮り、夏であれば水を撮り、まあ、そんなこんなで、まあ、季節を追いながらそのいろんな箇所をこう探し、まあ、箇所というのはその、まあ、ちょっと話戻りますけど、はい、アイズといえばやっぱり戊辰戦争、まあ誰でも歴史の教科書の最後高森、最後高森、最後高森は鹿児島市、鹿児島ね、はい、薩摩、鹿児島の、はい、最後、そう、はい、僕は会津こちら、はい、薩摩、はい、話があったんですけど、そう、とりますけど、まあそれで、そう、戊辰戦争っていうのがやっぱり色濃く残ってると。まあ、これはあの現代でもそういう、なんていうか、その悲しい内戦があった箇所、箇所っていうのがいろいろ各地に残って、アイスの中で、まあ、そういったところをやっぱり子供のうちは分かんなかったけど、大人になってみると、ここなんだろうっていうね、うん、まあそういったところから、ね、そこを写真を撮ったり、そこをこう、沖縄に一つ一つ見つけながら、墓石であったり。人に話を聞き、はい、まあ、そういったこんなで取材を続けていると、はい、まあ、これはもう現在進行形で、はい、取材をしてそれの思いをこう飛んでこう一本取ろうみたいな、席を取るんじゃなくて、はい、この土地が今 それを、まあ、風景をただ取るのではなくて、その土地にあの息づいた、うん、その土地の話を知られるとか、まあ、カメラマンを締め付けとかそういうところから感じながら、うん、まあ、そういうところを感じながら作品に落とし込んでいくと、はい、それは深いですね。そういったところでもなかなかそのイメージがこう凝縮されて撮れたみたいなこう手応えみたいなやつが、うん、なんかぼんやりしてるかなと思うんですけど、ただこれはやっぱり回を重ねないと分かんないっていうか、はい、まあ、最近はちょっと何回か撮るうちに撮れたなっていう答えがあったので、ただ全くないことがあって、やっぱり何日も何日も通って撮るのが重要なんで、そうですね、時間があるってことは、まあ、もう写真家はみんなそうだな、1回でもパーフェクトはね、生物だから、そうそう、まあ、3日で撮れるような作品はない、はい、なんか自分の家の近所みたいな、ここそういうのもなんかこだわりポイントであるんですか、あの小さい頃知ってたっていう、まあそれは実際僕の実家がその会津の土地の中でも滝沢地区って言って、はい、滝沢地区、おしゃれな滝沢、滝沢ですけど、まあ、はい、まあ、旧滝沢村っていう、はい、まあ、農村地帯なんですけど、はい、でそこは会津戊辰戦争の時に割とこう何て言うかな、戦地であったところから旧道があって、はい、あ、白虎隊の話って知ってる、まあちょっとだけ、うん、そうですね、これは日本的にも割と有名な話なので、白虎隊の要はその抜き殻があった飯盛山っていう山がある、はい、その辺の集落なんです、そこに僕がそのそう、はい、そう生まれ育ったっていうところがあるの で、はい、でやっぱりこれはもうここに取れと、はい、宿命的な勝手に、はい、勝手にそこをテーマやって、はい、そうそうそう、まあ近しいからね、割と、うん、通いやすいっていうのもあるし、はい、だその土地を割と子供の頃から知ってたっていうところもあって、はい、割とそれで住んだり、その場所には入れさせてもらったらいい、はい、現在はそこはなんかこう聖域じゃないですけど、入れない、あ、そうなんです、そういうのは何もない、全然全然、旧道も残ってて、まあ、ちょっとそこに写真があるのでちょっと今映ってないですね、はい、ます、まあ、そういう旧道が残ってたりとか、その旧道の石畳とかは、うん、昔からある石畳、うん、残されてる、そうそうそう、石碑みたいな
そう、石碑もいっぱい、その宮殿の周りには、めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いね。そういうのをね、撮るのが一番あの分かりやすい。あのそうですね、まあ、初めの取っかかり的にはそこどうどうかみたいな言ってないとこがすごい。そこ、まあね、あの細かいなんか見つけて見つけて、まあ、特に歩いて歩いて見つけて見つけてみたいな作業の楽しみ。写真は歩いてね探さないと車で止まってっていうのですね。そう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 、いいなと思いますね。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。ちょっと考えて質問の、そういう同じポイントの定点撮影みたいな、そういう作風のカメラマンさんもいるんですけど、そういうコマの上でみたいな、それは多分表現の違いっていうか、写真表現っていろいろ、例えば心象写真とか、あとまあ風景写真っていうのがあったり、あとはカタログ写真、カタログって広告のカタログじゃなくて、例えばそのお城客船とか、ああなるほど、集めましたね。そう、日本の客船、はい、17歳の地図的な、そうそうそう、全然ごめんなさい、いっぱい集めた、そうそうそう、ただそういう表現の仕方も、はい、ありますよね。そうね、で僕がやってるのは割とその、まあ、風景とか多いんですけど、風景写真っていう感じではなくて、まあ、表現写真、まあ、表現写真です。はい、定点撮影です。ああ、そうそう、定点撮影やらないっていう方向性なんです、うん、定点撮影はやっぱそういう表現の仕方で見せる、うん、だその、あの写真家のその内なる気持ちを示してやるっていうところではなくて、定点で撮るっていうところが大きな目的として表現する、うん、なんで、まあ、僕のやつは表現自分の写真、こういう写真を撮りましょうっていうか、もうあそこがいいから、うん、ここ撮りましょうとか、これはそう、これはここがいい森山の、うん、あ、これは背破り山っていう山、背破り山からに登っていって、そこから見た南アイスの会津の山々、綺麗。これもまあ山深い、会津は山深いですよっていうところと、まあ、なんていうか、山がこう、こすらな刻んでる感じ、刻んでる感じで、刻んでる感じで、一応メインビジュアルに選ったっていう、はい、もう一個奥にね、一個は山が見せるんですよ、その先にね、まあ、その辺は感じていただくと、はい、なるほど、ちょっと光ってた、そういう撮り方だそうですありがとうございます。あともあえて、色もちょっと、うん、色温度としてあなんかブルー系になるんですね、シアン系ね、いいと思います、素晴らしいです。綺麗綺麗とかないっていう、はい、ね、リアル撮っちゃうとね、機能少ないのかな、まあ、カメラ の, その性能をフルに出して撮影の仕方っていうのがあるんだけど、やっぱり自分の心の目で見たときはこういう場合、それに忠実に近づけるっていう撮影の仕方をしてます。じゃあもう撮る前にここはちょっとこう、そう、動画の中ではなんかこんな感じで自分が迷ってて、そこには飛んでないので、決して綺麗な山の中ははい、わかりました。じゃ次のお話が、はい、テクニック的なお話もここでちょっとしておこうかなと思ってるんですけど、テクニックは入れます、テクニシャンじゃないからテクニックはそんなないテクニックがやっぱね、あのカメラ始めてやっぱりね、ちょっとこうスローシャッターでこう流し、滝を流してみようってふわっとさせようとかね、はい、超望遠レンズでね、
周りをちょっと暗くしてみようかとか、なんかいろんな効果があるんですよ。あの前ぼけを入れてね、桜をイメージしよう。あとよくあのアマチュアの人がもうローデータでね、どんどんローデータで撮って、とりあえずあの広い絵で撮って、ここをあの切り取ればいいますよみたいな、そういうなんかこだわったテクニカル的なありますか。アングルに関しては、あのそのまあ当然、まあ、プロはみんなそうだと思うんだけど、トリミングを前提として撮影はしない。はい、うん、画角はその絵を見たとき、絵をというかその被写体ね、見たときに、もう四隅で自分の中で頭にもビジュアルを考えて、はい、それを具現化するために光学を使って押すと、はい、まあ、その行為なんで、まあ、そうですね、アングルはもう頭の中で決まってる、アマチュアの人も、多分そうやってもいいと思うんですよ、はい、撮影を鍛えられるし、うん、そうです。そんな一瞬でも白鳥がなんかとかああいうのは、白鳥は一瞬ですよね。あれね。そうね。あれはその瞬間を狙って撮る。はい。で、例えば向こうにちょっとまたわかんないかもしれない。向こうにある虫の写真。虫。それも大変なんです。あれもあれ動いてるんですか。はい。クワガタの幼虫。いや、あの死んだクワガタにアリがかかって、はい、ああ、かかってるで。で、それで分解されて、はい、頭だけこう運んでいく瞬間をちょっとずっと見てて。はい。今だ。そうそうそう。結構社会人って何でも転がってるから。そうですね。あれもちょっと見逃しちゃうと、はい、なんかちょっと虫見るは気持ち悪いみたいな。そういうんじゃなくて、ちょっとじっと見て観察したりとか。そうすると見てると自分の中でこうアングルとかも思い浮かんでくるので、はい、どの辺の画角でこの距離感をやってみようかなと。だピントに関しても、まあ、動かすのもいいですし。まあ。動かすのもいいし、ファンフォーカスでやるのも全然ね、それは、なんていうかな、まあ、自由は自由、それはもう、斉藤さん の, あのそういうこだわりとして、例えばローデータで撮るけど、露出系のジラハンがくらいとか、そういうのなんか、それはね、そうですね、それは表現の一つだと思ってるので、ね、割とテイストが似てるんじゃないですか。私なら多分もっとね、スカッと明るく撮ったり、黒にこだわってるのは、まあ、撮る段階からもこれは、ね、これは撮る段階から割と決めてる。まあ具体的に言うと露出は上がってると思います、ね、マイナス1から1段半とか1段半、それはやっぱ僕が合図っていうのをこう、あの見たときに、はい、あのそう心で感じてる、まあ、さっきのこう山の時も、はい、そうですね、ほんまにいい感じっていうのがいい感じで、ああそう、空抜け真っ青みたいな、そうそうそう、ない、選ばれてないですね、今日多分ね、はい、多分それは僕の、まあ僕のっていうか心の力が合ってるがもうどんよりとは言えないですけど、ダークです、ダークサイドだ、ダークサイド結構ダークサイド、まあね、まあせっかくやっぱね、やっぱり、ね、写真家の気持ちの押し出しだから、はい、サイド、そうですよね、心そのものですね、ダークサイドです、ダークサイド、ダークサイドです、ダークサイド、はい、やっぱり綺麗なのがあるんですよ、動画でね。あ、これも同じキヤノンで撮ってるんですか。あ、これもキヤノンで、滝田地区でした、キヤノン、キヤノンって言っちゃった、キヤノンはいいメーカーの人に怒られちゃう、キヤノン、うちはメーカーとは何の飾っていいですか。これはそう、キヤノンの動画です、
これ去年から。これは後でちょっとフィルター処理して、ソフトにしてみます。まあ、これは合図の、その弓道とか、あと、まあ、初め冒頭に白虎隊って言いましたけど、白虎隊が通ったであろう、その、館内様子の水路とか、目印ですね。そうそうそう、その辺をぐっとこうちょっとこう舐めるように撮ったら、なんかちょっとこうね、その臨場感が伝わるかなと、そういう目線だったんですね。そうなんですね。でもね、何も説明がないそう、なんか緑の電話でちゃんとやれこれって感じですね。知ってるのかな。そう、これ手持ちでやるんですよ。なんかクレードルみたいな、あ、これはまあ手持ちなんだけど、はい、なんかこう、ブレます。ブレないように。なんていうの、クレードルじゃなくて、スタビライザー。あ、スタビライザー。そう、スタビライザー。はい、スタビライザーで撮ってそうです。結構ピントがね、やっぱいいんでね、最近の体の、フォーカスが早いので、ちょっと一昔前だと動画だとね、ちょっとフォーカスが細くて、ついてこれなかったとか、もう今、パリッパリ。そうね、全部バッチリだと、迷うこともない。そうそうそう。あ、ここね、かもしれないな。山のせい。はい、説明されると全然見方が変わりますね、これね、はい、なかなかいいでしょ。まあ、皆さんギャラリーにいてぜひ見に来てほしいところですね。まあ、僕のホームページにアップしてますね、はい、斉藤純 .com で、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。チェックしてますか。斉藤純ですよ。はい、じゃあここで第1話終了で、ここからブック紹介コーナーに入ります。はい、さて今日は まだ松崎さんがブックを斉藤仁さんに持ってきてもらいました。はい、でこのブックが何かというと、じゃあ説明してもらいましょう。はい、お願いします。まあさっきから会津会津って言ってますが、まあ僕作品でいろいろ撮ってるんですけど、まあそのうちの一番ボリュームが多いのは会津のこの写真とか、はい、会津に生まれ育った僕の心象であったり、会津の戊辰戦争から流れる、現代まで流れるその土地の息吹であったりして、なんていうの、重さであったりとか、ね、そういうところを取り戻しています。なるほど。はい、はい、1ページ目、刻みです。まあ、タイトル付けは先ほど、ね、ちょっと申し上げた通り、遠からず近からず、で自分の気持ちを素直に出してみる、まあ、これは心を刻むとかそういう感じでやってますかね。こんばんは、来てます。これはセルフポートレートですね。あ、そうです。高そうなブリースです。そういうこと。山登り用ですか、これ。これはまあまあそう。こう、まあ、それがいつも。なんていうかな。写真家が自分で、はい、自分のね、心打ちを取るっていうところをやっていこうっていう人は、まあ自分って若干早いなっていう感じ。わかりやすい。出たがりなんですよ。出たがりではないですよ。セルフポートレートが入ってきたりとか。なるほど。そうするとね、必ず
組みますか。はい、まあ、これが先ほど、はい、言ってた会津の滝沢地区、まあ、僕のふるさとの、道ですね。雪が降りそうですね。これ周りが